バナディールの冒険者の皆様こんばんは。 FF11 プロデューサー松井です。そして、今日開発からニューフェイスゲストをお呼びしました、はい、アイテム担当の笠と申します。よろしくお願いします。緊張してますな。緊張はしてます。怖いです。はい、そして、コミュニティチームの伊谷です。はい、コミュニティチームの望月です。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。はい、ということで、今回ですね、試しにニコ生を導入してみましたということで、ちょっと音があれなんでちょっと待ってくださいね。今調整します。はいはいはい、ありがとうございます。お待たせしました。まあ初めての試みなので、まあ、とりあえずやってみようかなっていうところもあるので、今回の様子とかを踏まえてですね、ちょっと次回以降も継続するかどうかを検討したいと思います。で、チャンネル放送なので、もしかしたらパワーポイントの文字がちょっと見づらいとか、そういうのもあるかもしれませんので、そのあたりも含めてなんかご意見等いただければありがたいかなと思います。はい、はい、じゃあですね、今もう公開でアナウンスされてると思いますけども、はい、この後ですね、20時30分よりちょっと緊急メンテナンスを行わせていただきます。はい、ですを伴う技がですね、悪さをしていてですね、特定の条件でプレイヤーを殺してそのままエリアまで殺してしまうというちょっとね、いろいろ促進にしすぎなんじゃないかということなんですけど、本当はい、今回追加した技に対するマジなんです、修正がね、はい、以前の技にいわゆる円バグってやつですけどね、はい、出してしまってですね、レッセンジ版落ちてるんですけどって言われた時に、ね、そうなんですよ。のでやべ、でもエリアに依存なら俺じゃないかなと思ったら私でした。あった、申し訳なかった。10分で5回ぐらい落ちたとか、はい、すみません。はい、ということで、まあ8時半からなのでだいたい25分後ですね、はい、ちょっと緊急メンテに入らせていただきますが、すみません、よろしくお願いします。皆様にはご迷惑をおかけしますが、はい、よろしくお願いします。はい、ということで、じゃあそろそろ、はい、いつも通りの進行に行きたいと思いますが、YouTube でご覧の皆さんも、ニコ生でご覧の皆さんも、一応今回ハッシュタグいつも通りご用意してますので、ここにちょうど見えてますけど、シャープ模擬花というところで、まあ、ニコ生の方はそのままコメントで、いろいろお寄せいただけるとありがたいんですが、 YouTube でご覧の方はこちらのハッシュタグでですね、音声映像などなど何かコメントございましたらお寄せください。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、じゃあ早速参りましょうか。はい、あ、お願いします。大丈夫、うん、パワポパワポパワポ、はい、はい、ではいつも通り、何も変わらないいつも通りでいきましょう。はい、行きましょう。はい、次お願いします。はい、イオニックウェポンについてです。イオニックウェポンに関するクエストが追加されました。はい、クエストの完遂によりイオニックウェポンを入手できます。はい、はい、笠さんから、はい、まずイオニックウェポンなのですけれども、はい、最大の特徴としてはリーチが高いという特徴があります。あとは、武器スキル、魔法命中の魔命スキルですね、うん、こちらも非常に高いものになっております。既存の119装備よりも、20ぐらい高かったと思います。あと全武器に統一して ストア TP と TP ボーナスつけさせていただいているので、ウェポンスキル特化の装備になっております。で、アフターマスなのですけれども、はいはい、レベル1、レベル2、レベル3とあります、うん、で、レベル1連携に関しては何かのウェポンスキルを1回打って2回打って、3回目で光、4連携目で、極光なり黒暗になり、なったりします。すいません、ぐだってます。いや大丈夫大丈夫ですよ。でレベル2連携になると、何かウェポンスキルを打った後に次光連携が発生して、3連携目で極光なり黒暗になったりしますと、はい、でレベル3連携ですと2連携で、レベル4連携、究極連携とヘルプでは書かせていただいてありますがうん、うん、こちらが発生するようになっております、はい、でその前にまず言わなきゃいけないことが一つありました。はい、楽器に関して、栄光の体感マーチ、は
なのですけれども、装備特典の知人 AF についているマーチプラスの効果が載っていないという不具合を見つけてしまいました。申し訳ありません。そうですね、あれ名前マーチなんですけど、マーチなのです。内部的にはマーチじゃなかったんで、はい、ちょっと拾いそびれた。申し訳ないです、ね、楽器以外にもねマーチがプラスがあるっていう、はい、そうですね、気がつかなかった、すいません、ね、申し訳ないです。次のバージョンアップで、はい、直させていただきます、はい、じゃあ修正をお待ちください。はいはい、はいはい、では続いていきましょう。はい、はい、続いてギアスフェットについてです。冷戦島にノートリアスモンスターが追加されました、はい、以下のエリアにおいて戦闘領域が縮小されました。エスカジタ、エスカルオン、冷戦島が対象です。冷戦島においてハテナハテナハテナの周囲に生息するモンスターの調整が行われました。生息数を減らし再出現時間を延長しています。はい、そうですね、範囲の、ね、調整についてちょっと皆様にご意見をいただいたりとかしてたんですけれども、はい、あの担当、まあ、チームの構成変わることもあってね、担当がいるうちにちょっと試したいっていう部分があって、うんうん、あの皆様からご意見いただいたんですけど、一旦サイズを小さくさせていただいて、はい、その上でそのエリアごとに、問題があるとかやっぱり広い方がいいっていう話になればそこは戻させていただくといただきたいと思いますのでよろしくお願いします、はい、と、レンズ、何レンズだったっけ、 レディアレンズなんですの仕様なんですけれども、ちょっと一部誤解されている方がいるみたいで、今まではですね、あのログインログアウトっていう、まあ、LD ですね、あの感染が切れちゃったりとか、あるいはエリアを移動しちゃったりとかした場合に、あのもうその効果なくなってたんですけれども、今回はちゃんと、もらった時間を覚えておいて、それから1時間の間は有効になるように、うん、ログインしてきても大丈夫なようにという修正なので、はい、弱体ではないのでそこはご了承ください。はい、はい、ですかね。でさらに次をお願いします。はい、引き続きギアスフェットですね。はいはいはい、一部のノートリアスモンスターに戦利品が追加されました、はいはい、通常モンスターとの抽選で出現するノートリアスモンスターが多数の各種袋をドロップするようになりました。 NPC から交換できるテンポラリアイテムの種類を変更しました。テンポラリアイテム技能の薬が削除され、テンポラリアイテム技量の薬が追加されました。はいはい、そうですね、ここはまあ、あの、そうですね、あの、技能の薬に関して言いますと、ちょっともうバランス的な問題でですね、これはこのままにすると別のところを弱体せざるを得ないっていう話になりかねないので、技能を技量に使いさせていただきました。はい。ね、大丈夫ですかね。じゃあ次、はい、お願いします、はいはい、引き続きギアスフェットです、隠しノートリアスモンスターの出現に必要なトリガーアイテムが以下の表のようになっております、はい、ここは笠さんのコメントが欲しいかな、はい、そうですね、まずセイレーンに関してなのですけれども、黒い文字になっているホゲホゲなのですけれども、ホゲホゲ、はいあ、なるほど、はい、なるほど、あれですよね、はい、これ大きいままの方がいいですね、はい、これ丸の数が大事なんですね、丸の数が文字数となっております、はい、で次、ボチュールス族の、ゼルテのカップに関してはなんか恥ずかしいんですけどいえいえ、次、奈良家族、はい、あ、なるほど、なるほど、はい、次、カトゥライ族、これはなんだっけな今の難しいな、はい、難しいですね、はい、で次はサノーム、アデニウム族、はい、これは難しいと思います
こんなヒントで分かるんですかね。あのね、コメントを見る限りではね、一切分かってないただまあ、ここね、謎解きといえば謎解きなので、はい、意味があるものになっている、はい、そうですね。では一度全部言わせてください。はい。サンドモード族。一度ね、はい。一度行きましょうか、はい、じゃあ。はい、うん、はい。はい。次、アンフィプレ、プテレですね。これはもう簡単じゃないですかね。で、ちょっと説明させていただきます。はい。セイレーンに関しては、よく伝説上のセイレーンの逸話があると思いますが、それに乗っ取ったものになっておりますので、あ、ここ大事なとこですね、はい、きっとそれで分かっていただけるかなと思います。ボチュールス族に関しては、フラン族ということで、はいはいはい、それだけです。あ、これ分かりやすいですね。そうですね、はい、で、ナラカ族に関してなのですけど、これはこのモンスターが赤いカッチを着ています。それがヒントになります、はい、うん。次のカトゥライ族、この子はですね、はい、ゲームテーブルという調度品を要求しています、うん、で、ゲームが好きなようです。おう、はい、これがヒントになります。ちょっと難しいと思いますが、テーブルゲームということで、はいはい、次アデニウム族。そうですね、これは何か間違ってすごく成長してしまったアデニウム族です。はあ、きっと何かを入れたのでしょうね。はあ、サンドウォーム族、はい、これはうねうねしてます。うねうねしてます、ね、うねうねしてます、はい、で、アンフィプテレ、これはもうすごい簡単だと思います。ウサンム小石でこうアンフィプテレさんが空から降りてきましたと。で、もう一つ何かをまとっているなと。はい、なるほどね、はい、以上が、隠しネームとのヒントになります。はい、ね、難しいかなって、はい、っていうか僕は難しいし、うん、そもそもこれこのアイテム集めてくるのも大変だなとか思って。そうですね、なかなか大変なのもありますが、探していただけると。骨くずならね、骨くず10個多いですね。大きかったので、はい、いいでしょうか、ね、はい、はい、じゃあ今のヒントをもとにちょっとよろしくお願いします。はい、はいはい、では次、はい、では続いていきます。はい、ユニティコンコードについてです。ユニティ専用装束が追加されました。はいはい、これを装備すると何かいいことがあると、はい、そうですね、このユニティ専用装束を装備してからユニティリーダーを、対応するユニティリーダーを呼び出すと、うん、ステータスが順位によって上がります。あ、順位によるんですね。でその後はもう着替えてもらっても大丈夫ですので、召喚するときだけで大丈夫です。でいい順位を取った方がいい、弱い方にボーナス、あ、強い、1位の方がステータスが高いです。高い、なるほど、じゃあ頑張れということですね、はいですかね。ついでに、このユニティの装備はモルグの預かり帳に対応しておりますので、はい、全部コンプしていただけると嬉しいです、はい、なるほど。なんですね、移籍をして2回連続で得点を稼げば、はい、そうですね、確か10点だったか何点だったか稼ぐと交換できるようになったと思います。もう交換している人いらっしゃるようですね。交換したら割と出来良かった非常に可愛い装備です、ね、作ってないですか今。コメント僕読めないんですよね。あのコメント拾ったらコメントを作ってないですかそれっていう速攻でこう謀反が起きておりますが。いや、なんかタイミングがすごい良かったんで、あとポストしてくれた人ありがとうねって。ありがとうございます。いいですね、うん、あのいまいちこうニコ生に慣れてないかな。いや怖いんじゃないですかね。もうそれは怖いですよ、うんね、でもね、その怖さを含めて多分ね見てる方は楽しいんだと思います。もう、ね、はい、ドキドキですよね、はいはい、でいいですかね、ユニティの、はい、じゃあ次お願いします。はい、はい、装備調整についてです。免罪符装備の性能が調整されました。
以下の装備群において一部のアイテムの性能が調整されました。ルストラ装備、スブレン装備、アゴシ装備、ラオウ装備、アポジ装備、カマイン装備、エミチョ装備、竜王装備、アデマ装備、アマリク装備、ケカス装備が対象になっております。はい、ここもカザさんのコメント、はい、装備の方を性能調整させていただきました。はい、まず霊仙島の方で装備品の方がだいぶ強くなっているので、はい、まず免罪装備の方を若干強化させていただきました。イメージ的には NQ、免罪符の NQ 装備があって次に、霊仙島の装備で、その次に HQ の免罪装備ということもイメージをしておりますが、うん、V によって多少変わってくるところがだいぶありますので、はい、それは昔からのこう、ね、なんていうんですかね、昔からあることなのでご容赦ください。はい、でこれで調整が終わりということではありませんので、また何かありましたら調整する機会があると思いますので、はい、ご意見いただけると非常に助かります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。コメントではね、スブレン強すぎ、スブレンはだいぶ強くなりました。はい、はい、ですか、他に何かありますか。大丈夫、大丈夫ですか。はい、はい、では次に行きましょうか。はい、ではエモーションについてです。新たなエモーションジャンプが追加されました。ただし段差を飛び越えるなど移動手段としての機能はありません。はい、すごい躍動感に溢れてますよね。はい、まあね、うん、これをなんか兜の足みたいなね感じでこう作っちゃったんだけど、作っちゃったあのやっぱり入れたいっていう、はい、ただあの、うん、やっぱりねゲーム性考えると、そのもうまたね当たりフィールドの当たりのとこ全部作り直すわけにはいかないんで、そうですね、そのじゃあエモーションとしてならっていうところでやったんですけれども、うん、はい、まああの椅子のね座るのと一緒でエモーションとしては結構特殊な感じで、うん、走りながらもこのジャンプ呼べますので、まあやってみたらみたいなねだからねボタン、あのスペースバーでね飛ぼうとしてこうチャットウィンドウよく出すんですけどね。わかりますわかります、すごくよくわかります。それをね、まあ、スラジャンプを入れていただくとかするといいんじゃないかなと思います。はい、はい、というところで大丈夫ですかね。はい、はい、では次に行っていいですかね。はい、じゃあ次に行きますか。はい、次は新コーナーです。新コーナーでございます。はい、あ、やっと新コーナー、新企画、直模擬バナディールということで、普段分かっている気ではいるけど実際どうなっているのかわからない、バナディールの常識、定石だと思っていることは他の人はどう思っているのか、そんな疑問をアンケート回答のデータで確認し、さらに使用の実際を開発チームが直接解説するコーナーになっています。なるほどね、分かったような分かんないような、分かったような分かんないような、試しにやってみよう。そうです、はい、なのであれですね、ニコ生でのアンケート機能をちょっと使います。なるほど、いやちょっと待って、このコーナー始めるにあたりですね、はい、もうお一方ゲストをお呼びしたいんで。お、はい、なるほど、よろしいですか。はい、お願いします。じゃあお願いいたします。わーわーカメラあそこなんですよ。あそこですか。あそこです。アップランナーの斉藤です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。2回で先月に続き。そうですね。2回目だけど慣れないですね。この空気。大丈夫です。僕ね、まだ慣れてないですから。23回目ですけどね。慣れてないです。おかしいですね。おかしい。なんならその手前からも年に1回ぐらいイベントとかで司会進行をやらせてもらってるんですけどね、慣れないもんですね。多分向いてないんでしょうね。本当にね。あの、まあ、頑張ってますよ。頑張ってますけど、才能があるかないかで言えばないっていうところ。いやいやいや。隣の人たちの緊張感がね、こうずっと伝って。おかしいですよね。そういう意味ではね、うまいことこう、うまいことこうほぐしていくのが。できたらいいな来年は頑張るぞっていうことで、はい、まあ、そんなこんなで斉藤さんようこそ、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします、はい、じゃあいきますか。はい、じゃあいきましょうか。1問目、1問目、はいはい
はい、ニコ生のご覧の皆さんはですね、アンケートをちょっとクリックしていただければなと思います。はい、ではまずパワポの表示で大丈夫ですかね。はい、いけるのかな。はい、すいません。はい、冷戦島の装備品にアーケイングリプトをつける際、どのアイテムを使うことが多いですか。1、白痕跡。2、緑痕跡。3、黒痕跡。4、その他ということで、こちらをねアンケートで取ってみようと思います。はい、今ニコ生の方はアンケートを出させていただきました。YouTube の方はですね、ちょっとアンケートの機能で出すのが難しいので、まああの Twitter のハッシュタグを使ってちょっとワイワイにぎにぎとしていただけるととても嬉しいです。はい、この間喋って繋がないといけないんじゃないですか。はい、皆さんどんな石をよく使われるのかすごい気になりますね。いやー、しらじらしい。すごいコメントが。その他というのが非常に気になりますね。なるほど。その他って何でしょうか。その他ね、何でしょうね。またまた。またまた。いいですね。このなんかしらじらしい感じのアンケート嫌いじゃないですよ。そうですね。これだってニコ生じゃないとできないですからね。うん、はい、ライブ感がすごいですね。ライブ感がすごい。はい、今ただいまニコニコ生放送でアンケートを取っております。はい、冷戦島の装備品にアーケイングリプトをつける際、どのアイテムを使うことが多いですか。うん、1、白痕跡。うん、2、緑痕跡。うん、3、黒痕跡。はい、4、その他。4、その他。答えちゃった。いや俺はね。はい、もうそろそろ OK。 じゃあここで、結果を見てみたいと思います。そんな人が、はい、ほらもう大富豪の方が多いですね。はい、一応あの YouTube でご覧の皆さんのためにですね、ちょっとパーセンテージを読み上げていこうと思います。はい、1番の白痕跡が 29.6%、はいはい、2番の緑痕跡が 13.3%、うん、3番黒痕跡が 17.0%、はい、4番の、その他が 40.1% になっています。まあこれ空気読んだ結果でしょうね多分ね。じゃあはい、はい、あそうか、知らないとかあと持ってない方もその他になってるから、それでその他が多いんですな。なるほど。だからその3択の中で言うと1番の白痕跡がまあ一番一番使われているみたいですね。で次がその3番の黒痕跡で、その次に緑痕跡という感じでございますな。はいはい、はい、それぞれの石のについて何か、はい、そうですね、設定というかまず白痕跡なのですけれども、うん、こちらは命中と攻撃がの高い値が非常につきやすいものになっております。うんうん、きっとこちらで命中とか攻撃を30以上じゃなきゃ採用しないとかそういった方が多いと思います。うん、で、緑緑痕跡に関してはアビリティ枠といいますか、そういったものの上限が他の石に比べて高くなっております。はい、ファストキャストとかトリプルアタックとか、うん、なかなか有用なものもありますので、ぜひ緑痕跡も皆さん使ってください。一番不人気だったので。そうだ。で3番の黒痕跡、はい、こちらは STR のステータスの、上限が高くなっております。はいはい、これでイントを高くしたマーリンとかは強いです。うん、あまり食うと同じかそれ以上か非常に強い装備になりますので、はい、皆さん頑張ってガチャガチャしてみてください。はい、はい、でその他すごいですね。はい、ユーザーのさんがこれを見つけるとは思いませんでした。でもうネタバレしちゃっていいんですよねきっと。はい、これダークマターを、はい、装備品と一緒にトレードしていただけると、謎のものがつきます。謎のものが、ね、謎です、はい、非常に謎です。めったにいいものはつかないぐらいの謎なものがつきますが、中には例えばトレジャーハンターとかクワッドアタックとか通常ではつかない特殊なプロパティがついたりしますので、うん、あダークマター手に入ったという人はやってみるといいかもしれないです。うん、でさらに、白痕跡とかだと命中とかの上限を言ってしまいますけれども40までしかつきませんが、うん、ダークマターを使うと50まで上がります。うん、私はつけたことないです。はい、でマジか、すごい50か。これのダークマターのダークマターの最高のオーグメント、はい、すごい理想です。理想、ね、何回やってつくかわからないです。うん、理想お願いします。
ダブルアタック 5%、 トリプルアタック 4%、 クワッドアタック 3% が同時につきます。タウマスです。やばくないですか。やばいです。ただ自分もつけたことないで す、 そうです。何回やってもついたことはないです。すごいですよ、カサさん。今日一の今日一の草ですよ。まあブラックホールです。私もつけたことはないです。本当クワッドアタックですらほとんどつかない。 MP 変換は MP 変換ですか、うん、それはちょっとノーコメント。ノーコメントなの。、はい、ノーコメントでお願いします。歌数プラス1はノーコメントです。ノーコメントですか。歌数全歌プラスノーコメントです。はい、あるとも言いませんし、ないとも言いません。そうですか。それはちょっとダークマターを頑張ってみていただければ。はい、これあるんですかね。じゃあね、どうなんでしょうね。どうでしょう。笠さんのこのいうところのね、時にどっちに行く人だかちょっと僕もまだ把握してないな。正直者なのかと。ちょっとこれに関してはちょっと秘密というか、はい、あるかないかは言いません。そうですね、うん、夢がね、はい。じゃあとりあえずダークマターを買うところから、うん、はい、でスタートでなんですけど、一つキャンペーンを打っていただけたらなと思うんですけども、はい、アーケイングリプトを1日1回、うん、3回ぐらい無料でダークマターオグメできないですかね。できないですかね。これ仕込みが済めば OK で、あとは運営してもらうだけ。仕込み済んでる。仕込み実は済んでるって来ましたよ、はい、仕込まれてます。すいません、今回のパッチに当たってないんで、うん、次のパッチ以降じゃないとやれない、はい、苦手。ちょっとお待ちいただかないと、うん、がっかり感が、はい、大丈夫ですかコメント。そうですね、1日3回無料で。無料で、はい、それは何もオイスっていくと、オイスって行くと3回とただで3回くれます。いやーでも3回じゃ MP 変換つかなくないですか。笠さん何回やってつかなかったですか。いやもう開発環境で、チェックしていますので。そうずっと、はい、それで3回もうちょっと、もうちょっと欲しい。だって2月パッチならまだ変えられるんだ。だってまだ入ってないんでしょ、はい、回数は1回多めで。でもあんまりやりすぎるとつまんないのかな。50回とか。50回はねすごいですね。無理だと思う。50回でもなかなかいいものはつかない。11回っていい数字出てます。あ、うん、256回とか。すごい切りのいい数字ですね。わかりました。回数に関しては11回いいねとか言って、それはいいでしょうね。そうですね、武器と防具一式ずつ全部6回ぐらい。6回1個ずつ。そうですね、防具5部位と武器1つの6回。普通1つのところに6回やるよね。そうですね、きっとそうなんです。身も蓋もね。私もそうします。はい、はい、じゃあ6回が、はい、6回無料でダークマターのガチャガチャ防具面とは。大丈夫ですか。もっと増えるかもしれないですね。ひょっとしたら減ることはないと思いますが、最低6回、最低6と、はい、最低値保証ですね。皆さん農具に行ってください。農具、はい、落ちるんじゃない。そんなこと言って大丈夫です、まだ、はい、きっと今メンテ中だし。あ、もう始まっているんでしょうか。そうですね、先ほどメンテナンスに入ってました、はい、そうか、1分前に、はい、はい、じゃあなんかキャンペーンやるんで、はい、それお楽しみにということで、はい、装備持ってないという方も何名かいらっしゃるようですが、そうです、装備は取りに行きましょう。それはしょうがない、うん、それは取りに行きましょう。買い占めようと思ったらメンテだった。ひどい。そういうことしないんですよ、ね、そうね、履歴がねみんなの目につくんですからね、気をつけてください。はい、はい、ではそろそろ質問に、はい、では次の議案に行きましょうか。はいはい、はい、では次の案件です。はいはい、次のうちバナディールにおけるパワーバランスで最上位に君臨するのはどれ。1位女神アルタナ、
2ダンシンプロマシア、3バハムート、4クリスタル。じゃあこれもアンケート、これもアンケート、はい、お願いします。すごいことをもぎ始めましたねすごい質問ですよね、うん、考えたこともなかったわっていう、うん、難しい。でもこれ、まあ、でも時々なんか順位付けするとどうなのっていうので議論が勃発してたりする。シャントットはないのってシャントットはないのっていう次のうちバナディールにおけるパワーバランスで最上位に君臨するのはどれ。1番女神アルタナ、2番ダンシンプロマシア、3番バハムート、4番クリスタル。まあその上でコメントはシャントットだろうとクリスタルその他がねえぞってその他ってあったらそのみんなその他にする、その他をアンケートみたいなどうですかね、どれくらいで止めればいいんでしょうか。まだ増えてます。まあ程よいところであれですよ、ね、大丈夫ですか、うん、いやなんでこんな、まあ、緊急面って確かに強いな、はい、ということでアンケート結果が出ました、はい、1、女神アルタナが 40.3%、はい、2番ダンシンプロマシアが 5.4%、はい、3番バハムートが 5.4%、はい、4番クリスタルが 48.8%、はい、という結果になりました。これの答えについては斉藤さんですよね。はい、もう斉藤さんが言うルールなんで多分ここで変えられちゃう。ここで変えられると多分それ1になりますよねちなみにもう決まってた。決まってますね、はい、で大まかこの回答の通りで、一番強い、この中で強いのがクリスタルになります、うん、でその次が女神アルタナになって、はい、次のプロマシアとオーディン、オーディンじゃねえや、バハムートだと本来の、はい、そのゲーム中の中の神格みたいなもので見ると、うんうん、一応プロマシアの方が上になります。で続いてバハムートっていう感じになるんですけど、はい、これをバナディールっていう世界に置き換えると、はい、ちょっとそこの部分が逆転しまして、はあはあ、まあ本当はバハムートの方がちょっと強いみたいな扱いになります。お、実際他にもまだ水晶竜とかもいたりするんですけど、はい、水晶竜はどちらかというとアルタナとプロマシアの中間に位置しています。クリスタル最強、クリスタルは最初にあった存在になるので最強ですね。最強っていうのもなんか変な話なんですけど別にあの力が強いとかっていう順番ではないので、はい、あのその神格のレベルで上にいるけど実際戦うと負ける場合もあるっていう、まあ、例えばそのバハムートと神獣のケットシーが、はい、もし戦ったらどっちが勝つなって言ったらバハムートが多分勝つんだろうなっていう。そうなんだ、うん、ケットシーなのに。なるほどね、はい、でも勝てそうにないよね確かにね、ケットシーじゃね。でも格としては上なんですね、設定。そうですね、うん、で、あのまあ横話になるんですけど、はいはい、あのアビセアはその世界の境界がなくなっている状態なのでその格付けっていうものが全部一律になっています。ほう、だからまあ世界がもう完全に混沌としてるっていう状態になるので、うん、何が起こってもおかしくないっていう。ただあの世界がそのまま終焉に近づくと本来の状態に戻るので最終的にはクリスタルとかが上位存在に元に戻るという感じになってます、うん、なるほどね。ちなみにその場合ですよ、さっきコメントされたのシャントットはどうなるんですか。シャントットは残念ながら人間が一番下に来るのでどんなに強くても、まあ、上には格付けで言うととやっぱ下なんですけど、はいはい、人間はプロマシアの呪縛をやっていてもらえると、うん、分かる通り、はい、まあ、あのなんとかがバラバラになったっていう存在でもあるので、はいはい、何かがあると、うん、表紙で大変なことになったりする。あ、なるほどね。なのでちょっとなんかあると勝てるかもしれないっていう存在にも、だからシャントとはそういう意味ではちょっと近い位置づけには
いけますね。なるほど。ただまあクリスタルに勝てるかってなると多分それは無理なんじゃないかなっていう感じになってます。はい、聞きっちゃいますね。うん、あとはそのそれを全て無視するような存在も一応あるんですけど、うん、はい、まあ、それはあの星歌をやっていただけると、はい、分かるぞ、分かってくるかなと、はい、感じになってます。あいつは強い。そうですね。なるほど。はい、はい、ということでしたが、もちどうですか、やってみて。ポテンシャルはありそうですね。ポテンシャルはあるこれね、ネタ次第で結構大きく触れるコーナーだと思います。そうですね、うん、なのでまあもうちょっと試してみるのがいいのかなと思いますね。だからあとは見てる方でどれが好きっていうのがあると思うんで、はい、設定が好きな人は今の話は多分面白いと思うんですけど、そうですね、あの逆にいやもう別にあの俺世界のことをある程度把握できたんで、あの割ともっと生々しいデータ知りたいですって方は多分対局にいらっしゃるじゃないですか。そうですね、そういう方からすると今のはあの1問目の方がきっと好きなんだろうなっていうのはありますんで、まあなんかそういうところも含めて。落ちた？え、何が？何がって書かれてますね。え、何だろう、最強の末尾。あ、大丈夫ですね。はいはい、話が落ちたみたいな感じ。うんうん、はい、あ、なのでまあもうちょっとなんかいろいろ考えてみたいと思います。割とでも感触としては面白いのかなと思いますので、なんか逆にこれ聞きたいあれ聞きたいとかどうなってんのっていうのを事前に皆さんに募ってもきっといいのかなというか、むしろそっちの方が面白くなるのかなという気はしました。はい、ので時間もぎバナディール一発目こんな感じでお送りいたしました。はい、はい、続いてはあれです、ね、続いてももう1コーナー新しいんですよね。僕出るやつです。入れ替えでしょ。だから入れ替えです。うん、これは多分僕じゃなくて入ってきていただいた方が読んだ方がいいんじゃないかな。僕読んじゃっていいですか。うん、いいと思うよ。うん、いい、うん、いいの。はい、いいよ。幻バナディールということで、うん、はい、もしかしたらバナディールはこうなっていたかも、実装はされず、構想で終わったが、あるいは泣く泣くお蔵入りした企画設定を公開するコーナーです。はいはい、でここからはじゃあ大将進行役バトンタッチで。そうです。うん、なんかね、何もしないで出るのもなんかおかしい気もするんですけど大丈夫だよ。大丈夫、大丈夫ですけど、最後にほらカメラに向かってあのここからはみたいなここからは皆さんお待ちかねお待ちかね、いらっしゃいますのでお待ちください。大将っていう大将そっちに抜けるのか。そうなんです。なんでねこっちに抜けるのかってあちらにはですね壁がございまして回れない。そうなんです、はい、すごいことになってる。すいません。じゃあ自己紹介から。はい、すいません、宣伝担当の白井です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。わー、やったすごい一番盛り上がります。すごいですね、弾幕が大変なことやったぜ。やばい、白井さん持ってんな。多分ここでコメント倍になりましたねここまで放送した分のコメントと多分白井さんが登場した時のコメントが、ね、イコールです。はい、ということでここからは、白井さんを迎えしての幻のバナーディールということで、はい、してみたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、1枚目の資料にお願いします。はいはいはい、ドドン。まずドドン、実はアドリンの魔境にはもう一章物語があった。これはいかがでしょう、斉藤さん。マジか。はい、はい、ありました。まあ一章があったというよりかはもう一つ別の結末的なものがもともと考えられていまして、おいろいろな事情からそちらをやるにはちょっと時間的なものがいろいろと足りないというのが分かりまして、うん、今公開されているシナリオの方の結末を選ばせていただきました。実際にはちょっと資料とかがいくつかもみ花で出されてたのがあったと思うんですけど、だいぶ前に、うん、そうですね、
僕こういうのが予定されてますっていう あれだあのね模擬バナじゃなくて多分ですねバナ TV かな あそっちにしようあれですよ松井さんの代わりに松井さん僕あのね多分出た回でやたらめったら俺持ってった気がしますこれいいですかみたいなそれって今日あれこの資料の中でもう一回出たりします？そうですね、じゃあちょっと画面一回パワポだけにしていただいてもいいですか？これで画像がこれですね。あ、持ってった持ってった。うん。これが右側が着色、まあ、カラーにする前の線画の状態ですね。はい、でそれがカラーがついてイメージが、まあ、本来のその第6章にあたる最後のステージ。うんをイメージされて書いていただいたものになります。まあ、あのすごいでかいマップになる予定だったので実質どうやって作るんだっていうのいろいろと話はあったんですけど、まあ、ルートとかも一応もう考えられてたんですけど、はいはい、まあ、やはりそれを実現するにはちょっと難しいという判断が下りまして、うん、これ設定的にはどこですとかっていうのを言って大丈夫なんですか？あ、大丈夫です。これあのタルタロスって呼ばれている場所で、うん、あのアトリンだと名前が出ているだけになってしまったんですけど、まあ今だったら言ってしまっていいと思うので、はい、場所のネタとしてはタルタロスはあのハデスが作り出したもう一つの異世界っていう、うん、まあ、うん、ディアボロスが生み出したデュナビスみたいなのと同じで、はいはいはい、うん、ハデス自身が生み出した新生世界になります。でハデス本人は自分が作ったというのも認識はしてなくてっていういろいろと設定は本当にいろいろ考えてたんですけど、うん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 、まあ、それはなくなってしまいっていう感じになってますね、なので他にもいくつか画像資料があると思います。はい、じゃあ次のスライド、はい、ありがとうございます、うん、あ、これもね持ってった気がするですよね、うん出すんだっていうのがあって、これ横に長いなーって思いながら出した記憶があってここもそうなんですね。そうです、これがそのルート上に存在する場面、あの先ほどの螺旋状になっていたエリアの一部を切り出してイメージイラストで起こしてもらった絵になりますね、うん、これにもまだ他にもいくつかあるんですけど、はい、これがそのルート上の今先ほど前に写していただいた絵のところにちょっと洞窟みたいな入り口があったんですけど、その中に入った時にどういう構成になっているのかっていうので描いていただいたイラストになります。本当広かったっていう。あと何点ありますかね。もう一枚ぐらいありましたっけ。これはその1枚目のちょっと遠くに見えていた廃墟っぽいところのアップの画像になりますね。はい、で次がこれが、ラスボスになるはずだったものになります。ラスボス、はい、本当のラスボスって言うと違うんだなもう一体のラスボスって言った方が正確なのか、はいはい、なのでこれは、イメージは、うん、そのハデス と、オーグストが、まあ、ごちゃになってしまったという感じになります。で上がハデスで下がオーグストになるのかな。で力をハデス側が取り込んでそのオーグストの力を具現化して、まあ、こんな大変なことになる予定でした。なるほど、はい。お、もう一体これはまた別のこれ別の別なんですけど、はい、あの伊藤さんの方からこんなのも考えたんでってイラストが上がってきてファッてなったやつ。斉藤さんがファッてなった事案なるほど、ね、合体するんですかみたいななんで合体するんだろうっていうのを見た時に、うん、考えて話どうしようって迷ってたらそのまま断ち切れてしまったというか。まあでもね、実際こういういろんなやり取りというかああでもないこうでもないっていうのを出し合いつつ、そうですね、あれですもんね、あの実際皆様にあの提供できるのっていうのはもうそこで精査されたり洗練された最後の部分なんで、あの、うん、やっぱ断ち切れて意外とありますよね、こういうのってね、
あのデザインはあるんだけど、うん、あのまだ表に出てないモンスターとかもやっぱいくつかありまして、うんうん、まあ、これ今回持ってきたのはそれの一部という感じになっています。実際でもこれ作ったらどんぐらいでかかったんでしょうねだってあれ、左下の縦棒あるじゃないですか。あれが多分、ね、あれヒュームのサイズだから。こちらはそんな大きくないんですけど、先ほどのあの本来のもう一方の話でラストになるはずだったのは、はい、多分ものすごいでかかった。あっちはクソほどでかい、ね、はい。あとモーションハンの方も、はい、これ動かせんのかなとかいろいろと言っていまして、うん、なんとかいけんじゃないのっていうので抑え込まれた。イラストになっています。なんでもうちょっといろいろギミックとかもあったんですけど、はい、抑えられて、まあ、ゲーム自体に落とし込むのでギリギリのラインがここかなというのが、なるほどね、多分あれが多分推奨量を超えるくらい大きさになって、うん、それ相当ですよ、はい、で本当に最後のボスみたいな感じで予定されてました。なるほど。お話的にはどうなったとかいうのはそれは言わないで、そうですね、こうそっと辞しといた方がいいですか一応、まあ、ハデスは完全に滅ぼせなかったので、はい、それをどうにかしなきゃっていう話の展開があって、バランモアもちょっと絡んでくるんですけど、はい、まあ、それでタルタロスに乗り込んで最終的にハデスを倒すというので、オーグストもその流れで一緒に昇天するみたいな話になってたんですけど、あの合体しちゃったんで、あの どっちか一方が消えるのではなくて、まあ俺が抑えとくから、あさあやれみたいな、ちょっと熱い展開、青春パターンで、で世界守られましてありがとうございますみたいな感じになる予定でした。なるほど、はい、うん、はい、一ネタ目という、はい、こんな感じでお送りしました。すごい、いきなり濃いものが来ましたね。だいぶ濃いです濃いですよね、うん、やりにくいな、やりにくいな。じゃあ次の、はい、はい、スライドお願いします。はい、エンペリアン装束は当初アーティファクトの色違いで実装する可能性があった。はい、はい、こちらはこちらもさんが、はい、そうですね、すごい昔の話になります。アビセアの出る1年ぐらい前の話になりますね。実はパワーポイントの方がいいですか。左の竜騎士、これ竜騎士 AF2 の方からちょっとパーツをつけたものが AF3 になる予定でした、うん、が、皆さんも知っての通り全部新しい感じの装備になっております、うん、忍者の方はほとんど変わってないものになりますね。これでほぼ日々、完成形ということになっていました次お願いします。で実はエンピリアムウェポンの正宗、昔はこれでした。実装されているのはすごいくねくねした、なんだこの刀はっていうぐらいの、あ、面白い政宗になっておりますが、実はこういった正統派な両手刀になっておりました、うん、紆余曲折がありまして、うん、くねくねくねっと曲折曲折を説明しようよもうざっくり言うとどんな感じですか。ざっくり言うと知らないですでなんかあれだって聞きましたけどね、はい、あの、まあ、シルエットをもうちょっと面白くしないと、ね、そうですね、今までの刀とほとんどシルエットも同じになってしまいますので、ここはちょっと変えた方がいいよねということで、うん、今の形に落ち着きました。はい、次です。お願いします。はい、じゃあ次、ガルカは2色の食事が取れる予定だった。こちらは斉藤さんですか。松井さん。あの、なんかね、大きいネタの後にこんなネタで申し訳ないですけどね。まあ、あの最初から食事は2枠取れるようにっていうのを考えて設定してたんですけど、最初の食事の改良っていうか修正の時に、ね、食事を強くしすぎてしまったんで、これ2食食べさせたら反則だなって、しかもかコメントもすごい、それ反則じゃんって最強じゃんで、なおかつね、効果時間は半分になっちゃうって考えたけど、はい、そんなのデメリットじゃないんですよね。デメリットじゃないですね分かれないですけどね、うん、
タルタルはなんか腹持ちがいいとかでバランス取れるかなと思ったんですけど、やってみたら取れなかったでね、どう考えてもねやっぱりという、あのすいませんちょっとしょぼいネタですけど、そういういやこういうの僕は好きですよ、うん、みんな喜んでます、うんうん、タルタルは2分の1とか出てますほらほらこういうネタ好きだよとか、あ本当ですか、うん、嫌いではないちょっとねこういいです素直になんなよっていう気持ちが見え隠れして、僕はそういうコメントも大好きです、ありがとうございます、はい、はい、そして続きましては、このコーナーが終わりで、はいはい、キャンペーンの、はい、お宣伝コーナーになります、ずっと言ったね、はいはい、はいはい、こちらですね、今日から開催してます年末年始冒険者さん応援キャンペーンが本日の17時から開始されております、はいはい、こちらはですね1月の5日までやっているので、年末年始もバナディールで過ごせるというキャンペーンです、はい、インカージョンキャンペーンが初登場のキャンペーンで、はい、既存のキャンペーンもすごいパワーアップして経験値とかすごいもらえたり、いろんな効果が大幅パワーアップしているので、ぜひお試しください。はい、お試しください。はい、よろしくお願いします。次お願いします。はい、はい、こちらは聖望祭ですね、はい。毎年恒例の聖望祭が今年もバナディールにやってきます。はい、こちらは12月15日から12月31日まで開催しております。今回ですね、イベントに参加していただくと、リーフベンチがこちらの、はい、右側の画像ですねの新しいエモーションって椅子ですね、はい、マンドラゴン、ね、椅子がもらえるのでこちらもらってください、はい、でさらに、ログインキャンペーンで今商品になっているアストラルキューブを一緒に使うとちょっと3人で座ってるような感じに風になるので記念撮影とかぜひそれでやってみてください。なるほど、空気椅子じゃないです。空気椅子じゃない、アストラルです。アストラル、不思議、それ用だったのか、うん、はい、ね、それで組み合わせて使ってみてください、うん、はい、次お願いします。こちらはですね、以前皆さんにコーラスを募集して応募をいただいたものがあるんですが、そちらが、曲になりまして、星歌のエンディングテーマとかで流れているんですが、 PV も作りました。こちらはですね、コーラスに参加いただいたキャラクターの名前がスタッフロールみたいな感じで流れる PV になっているので、うん、はい、参加した方は自分の名前を探してみてください。こちらも皆さん聞きました？あ、聞きましたよ、しかもコメントのね、リリカさんのコメントが熱くてね。あ、そうなんです、はい、ボーカル担当していただいたファンタスマグリのリリカさんは、イレブンのプレイヤーさんで、はい、なんかお話いただいたときすごい嬉しかったですって言っていただいて、はい、コメントも、特設ページに掲載しているので、はい、ご覧ください。はい、はい、次ですね、こちらディシディアファイナルファンタジーにシャントットが登場しております。こちらはですね、ディシディアファイナルファンタジーは、ファイナルファンタジーのアーケードゲームになりますね、はい、格闘ゲームになっています、はい、こちらにイレブンのシャントットが登場しています。シャントットがですね、はい、HP が少ない状態になるとブチギレモードとかになってすごい強いらしいので、はい、ぜひゲームセンターとかでシャントット使ってです、ね、なんかついこの間まで、はい、スコアトップはシャントット使いだったって聞いて、あ、でも分かんない、息子情報なので嘘かもしれないですけど、はい、って話でシャントット強いって聞いて、はい、ありがとうございます、ディシディアチーム、はい、ありがたいです、はいはい、シャントット使って皆さんもプレイしてみてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、はい、宣伝は以上です。以上ですか、はい、ありがとうございました。はい、ということで、はいはい、いよいお別れの時間が来てまいりました。あ、早いですね。早いっすね。今回早いし、斉藤さんの使い方だいぶ豪華ですね、これ。申し訳ございません。入ってきていただいて、こう、かっさらってくれてる。というわけで。そうか、いろんなコーナーやったから、やっぱコーナー多いと早く感じますね。皆さんどうでした？割と早いよって書いてます、うん、早く感じました？
メンテまでやってる感じですね。ああ、そうですね。あと30分ですからね。やっぱ早いか。藤戸さんが。藤戸さんね、藤戸さんもしょうがないですね。朝までとかかかる。それはさすがに。そうね。まあ確かにな。まさか今日メンテになると思ってませんでしたからね。すいませんね。本当にね、自分もまさか。いや、あるんですよ、ジンクスが。最初に冷戦島聞いて、はい、で、ああ、冷戦島だけで起きるんだったら俺じゃないなって思った。そう油断。そう思うと大抵自分なの。自分もうね、これはジンクス。だから必ず何か僕の報告があったら自分を疑うっていうことをすると、うん、そうですね、はい、自分じゃないんですけどね。これをやってしまったんですよ。そんなこんなでね、メンテ明けまではさすがにちょっと今回無茶があるので、はい、まあ、どんだけ自分がダラダラ引き伸ばしてもあと15分かなっていう感じですけども、初めて、そう、初めてのニコ生、はい、ですしね、はい、また結構ね、開発のスタッフが、そうですね、ゲストとして出てきてくれるようになって、はい、緊張しますね。緊張する、はい、コメント楽しいですね。すごいあれですよ、ぎこちなかったですか。いや、全然違和感なく人気生主でしたよ。大丈夫です。生主なんてやったことないですし。そういえばさっき、あの塩ラーメンネタを、ああ、そうですね、うん、前回のバージョンで塩ラーメン入れさせていただいたのですけれども、あのアイコンなのですけども、実は私の好きなラーメン屋さんのを模したラーメンになっております。なるほど。どこだか特定できるんですかね。できるんじゃないですかね。つみれみたいなのが2つぐらいあって、まあ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 、はい、そこまで笠さんね、あとね、声がいいって。ああ、ありがとうございます。うん、おおすみません、調子に乗るとダメです。はい、笠さん歌った。そういえば、はい、歌わせていただきました。いい声が最後聞こえますからね。笠さん、一歩下がってくださいと呼ばれました。じゃあ、締めてしまうというか、次のバージョンアップはですね、はい、2月2月を予定しています。まあ、このあとね、4月以降、来年度のについてもうちょっとしたら、あの概要というか、こういう感じでっていうのを、はい、あのポストさせていただこうと思いますので、はい、それをお待ちいただくとして、はい、次は2月にバージョンアップをしようと思っていますので、はい、その内容もその時にちょっと触れようと思っていますので、もうしばらくお待ちください。はい、はい、で、なんか今日いきなり最後になんか実機をということなんですけど、実機大丈夫ですか、出ますか。あ、出します。あ、お願いします。はい、出てますね。ですね、もうラフトルがいますけどね、最後の最後にこういうお土産を用意するっていうのは、これもあの肉演出ですね。カブトムシカブトムシジャンプの流れからの、うん、おおラフトルっていうってなってますね。これでもまだいろいろと調整中なので、はい、あれなんですけどね、乗り物にバリエーション。ただこれ結構ね、はい、これはですね、また、はい、いろいろと応用ができるかもということなので、どのような形でいつのね、皆様にお渡しできるかについてはちょっとまだ未定というステータスですけれども、はい、すごいですね。これ昔増やせないって聞いたんですけど、そのまあでも結構そのなんだろうな、マウントに乗るっていう、はい、乗って移動するっていう部分だけにフォーカスしたというか、はいはいはい、やったので、そのそれを言った時は多分いろいろな、それをすることによる遊びとかそういったものとのセットじゃないとっていう話と、うん、あとあのアタッチする位置とか、ね、まあ、だいぶ昔でしたけどね、うん、っていう話だと思います。これ僕はせっかく念願の壺に乗れる日が来るんじゃないかな。マジですか。フライングアウトですか。お、これ言ったもん勝ちですか、もしかして俺これ乗りたいとか。言ったもん勝ちかもしれないですね。壺って壺ね、壺いいですね。あれは僕も咽頭880欲しい。暗闇になりそうですね。暗闇というわけで、はい、はい、これ、え、はい、生き物じゃなくてもいいんですか。あの、生き物いや、極端なこと言いますけど、だからその椅子に乗ったままかをバーッて移動するみたいな
椅子はだ、椅子はモンスターに椅子がいたらできるかも、ね、あ、モン、あー、わかった、うん、あのグラフィックで登録してたら大丈夫ってことですか、うん、あの、それに設定されている、はいはいはい、はい、あのいろんな、あの、なんて言うんでしょうね、なるほどね、モデルに ID とかついてるんですけど、はいはい、それがやっぱりないとどこに乗るとかジャッジができないというか判断できないんで、ある程度そのフォーマットが、はいはい、このモデルにね乗っ取ってるっていう部分あるという必要があります。いいですね、はい、いいですね、ミミズに乗りたいです。ミミズ、ミミズ、ミミズは移動できないしなあ、キャリーね、キャリー乗りたい、あのカゴの中になんかこうね、シュ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 ってこうタルタル限定の気がするこれ他の人乗る、あ、でもでっかいのいるか、そうでいます、います、あれに乗ればいいんです。一応何種、何タイプか、大きさだったりとか、どこに乗るみたいなのは設定できるように作ってくださってるみたいなので、もうあとはそこを調整して、ただやっぱりあのモデルとかね、チョコボ地上を使い回してたりとかするので、そのそこら辺は NPC に肩車するとかはありますか。 NPC、 あのモンスターに登録として登録されてれば多分できますよ。ただ それが、まあ、その許されるかどうかは別にしですよ。肩に乗ったりとかね。そう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 、だからあのトリオンに肩車してこうシューってトリオンから走ってるみたいな。なるほどね。ああ、なるほど。できちゃうんだ。はい。そうか、まあ、すいません、大体ね、こういうことを言って、あの、無茶なお願いをしてるんですけど、いや、ちょっと、はい。なんかやるって、ね、やるって話にならない。やるって話じゃないですからね、これは。え、今まさに、可能性の話、はい、可能性の話。調整中ですね。うん、はい、というわけで、はい、お披露するものは大丈夫だということなので、はい、締めましょうか。ソロそうですね、延長したけど5分で、じゃあ5分ぐらいで終わりましょうかね。はい、ということで、まあ、ニコ生を使って試しにやってみようのコーナーということで、はい、結構放送内容もガラッと変えてみたんですが、いかがだったでしょうか。あの、またお、そうで、終わり、今日アンケート出します、出します、出さない、あの、終わってどうでしたみたいなやつって間に合わないやろうよ、せっかくだしやろうよ、大丈夫、大丈夫、やめておこうとか待つ待つ、うん、じゃあ、あれ、笠さんテスト放送の時にお話しさせていただいたことをまたおしゃべりしましょうか。はい、また同じことをお話ししますけれども、大丈夫です、ポークカツ、はい、ポークカツ、はい、使い道あります、作ります予定ですが、ポークカツ、カツサンド、うん、そしてカツ丼ときました。はい、次は串カツ、串カツではないですね、バナディールの皆さんの大好き、よく食べる、うん、あの食事とコラボします。ああ、これか、このコメントが今とんこつラーメンとかもうことのコメントの方では非常に、まあ、はい、いや、あの、ね、YouTube でご覧の皆さん、ちょっとこのコメントが見え、あの、見えないのがちょっとあれなんですけど、はい、コメントは今カツカレーって文字になってます。カツカレー、カツカレー、カツカレー、はい、はい、ブラック、イエロー、レッド、各種色のカツカレーを、各種の色のカツカレー、はい、それはまたこだわりますね、はい、どんだけカツカレー好きなんですか、ね、天使こだわりの、はい、いろいろ作っていまして、うん、食べたいなと私は。なるほどね、あ、はい、まあ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 、まあ、落ち着こうまあそれはね、本当にお疲れ様、あ、今ねアンケートできましたよっていうことを教えてくれたんですけど、はい、まあ最後だよねっていうお腹空いてきましたね、はい、話してね、斉藤さんからコメントをいただき、そうですね、ちょっと今日のあのそろそろこのコーナーというか、あの、番組締めて最後にアンケートやって、あのっていう感じになるので、先にここの人たちの締めのコメント、締めですか、はい、どうでした、2回目、ちょっと慣れたかなっていう、ほんのちょっとじゃあ3回目もあるかなみたいな、どうですかねでもいろいろ聞きたいことはあるんですよ、まあ一応コメントもいろいろあったので、はい、ただあと何があるかなっていうのもいろいろいっぱいあるじゃないですか、出してくださいって言われると、うん、出てこなくて、はい、あれとかあったじゃないですかって、あのちょっときっかけがあると、ああってなるんですけど、なるほどね、たくさんだもんね、お題ですからね、
かりました。じゃあもう一回いろんなあの設定のページを全部 見直します。取りに行くと、はい、はい、じゃあちょっとあのカメラに向かってあの放送をご覧の皆さん何か一言何か一言そうお約束です。まあ星歌ミッションが終わりましたので、はい、いろいろとみんなでスタッフ全員で頑張りましたので、ぜひとも最後のスタッフロールまでたどり着いていただければと思います。あの作ってる当初は何ともなかったんですけど、終わってしばらくしてあの動画編集とかするときに見るとちょっと泣いてしまうっていうので、まあ、極力見ないようにしてるっていう感じになってたりします。まあ、開発者が遊んでみてもその泣けるという状況というか、まあ、作品っていうのはそうそうないんじゃないかなと思うので、うん、あの本当に数年1年とか11を少しでも遊んでくれた方にもぜひともそのシュータのスタッフロールを、まあ、ちょっと難しいですけどできれば見ていただきたいなと思っておりますので、はい、どうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ続いて笠さんですかね、はい、私もエンディング一人でソロでなんとかクリアさせていただきました。いや、ちょっと泣きそうでした。ちょっと、はい、ちょっといっぱいじゃないんだ。いっぱいじゃないです。いや、残念です。11年間プレイヤーとしてよかったなと。そうですね、もう発売日からBB ユニットを取り寄せてやってましたので、私もまだ私も現役になってますので、この前やっと何かができました。はい、何か、はい、何かってなんだよって、はい、何か完成したので、はい、まだまだバナディールはこれからもいろいろ続くと思いますので、皆さんこれからもよろしくお願いします。笠さん次も出てくださるんですよね。呼んでいただければ。あ、お前来るなって言うんだったらごめんなさいしますが、せっかくね生主デビューして YouTuber にもなったわけですから、ね、このままあのうまいことやっていただければと、はい、好きなことで生きていかないと、ね、はい、大丈夫です。アイテムに関するあれやこれもいっぱい、はい、いろいろいただけると、ええ、とても嬉しいです、はい、今度あれですね、裏でこう最初にナレーションとか入れてもらいます。いい声いい声いい声。はい、でじゃあ白井さんお願いします。はい、どうでした、どうでした、あの結構割と進行初じゃないですか。そうですね、進行緊張しました。緊張しました。ですよね。宣伝さんコーナー以外にも、はい、登場して、はい、ちょっと緊張してます。これからもよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。画面に入るやっぱり。そうですね。コメントがすごいことになっちゃいますからね。はい。すいません。ちょっと反則だよね。じゃあ最後松井さんお願いします。もちろんいいの？あ、僕大丈夫です。どう？いやいやいや。どうですか？ニコのニコ動を使ってみた結果。面白いと思いますよ。あのただあの僕的にはこうほら YouTube でご覧の皆さんもどうですかっていう振りを。いろいろこう意識をしながらやってたりとかするので、うん、完全にここにこう没入できないっていうところもあるんですけど、はい、まあまあ、あのやっぱり2つあった方がいろいろ面白いのかなという気はしますし、でリアルタイムに反応いただけますからね。でハッシュタグの方はあのこの画面の外で今回はスタッフの方々に見ていただいてるので、そっちからも何かあったらお話が飛んでくるので、あそこもね万全の体制でお送りしております、はい。まあ、せっかくこのちょっと引いていただくと分かるんですけどね、今回からのこんな環境でやらせていただけるので、スタジオで、ええ、あのあとはさっきの話だとネタ探しさえ頑張れば頑張ればあれやこれやという楽しい情報を皆さんにお届けできるかなと思うので、もうちょっと頑張ってみたいと思います。はい、はい、どうもありがとうございました。はい、じゃあ、最後にですね、はい、まあ、まずはあのすみません、今日緊急メンテを引き起こしてしまって申し訳ありません。ね、バージョンアップの日楽しみにされてたと思いますが、ちょっと皆様にはご迷惑をおかけしましたが、もうしばらくお待ちください。サーバー上がると思います。はい、で、まあ、先ほどねサイトからまあ話がありましたけれども、あの僕らねチェックでエンディングとか見てて、これはジンとくるよなみたいなことを言っていて、
その後でですね、ユーザーの皆さんの感想を見てたら、もうなんか、もうなんか霞むんですよね、ローガンのせいかなんかでね。ちょっとその皆さん、ね、13年間の思い出補正、思い出の重さにね、まあ、改めてね、すごいものを作ってしまったというか、関わっていたんだなという気持ちがあります。僕自身ですね、実はまだ自分のプライベートキャラの方ではエンディングに向かえてないんで、頑張ってこれから敵をなぎ倒していこうと思います。はい、そしてですね、まあ、2月にもバージョンアップを行う予定ですし、はい、これ引き続きね、皆さんよろしくお願いします。はい、はい、いやー、そして画面にないから大将のこと忘れてましたね。大将ごめんな。一応これだけ一言こう来る？いらない。いないよ。大丈夫、いい、無茶振りしないから普通に。どうしたらいいの？どうしたらいい？なんかすごいの出てきちゃったよ。ご紹介に預かりました、大将こと、伊谷です。本当にね、今日は慣れない形でちょっとまたふたとしましたが、カメラ値で、カメラ値で、はい、あ、いい笑顔だね。これが、第2回もあるのかな。またちょっと読み上げさせていただくことになるかもしれませんが、はい、その際はよろしくお願いします。また、新しいね、こんな取り組みでやっていきましたが、第2回があればまた読み上げとかをさせていただきと思いますので。あるよ、第2回はずっと続くよ。もう、はい、はい、らしいので、続くらしいので、そりゃそうよ、はい、読み上げを行っていきたいと思います。本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。じゃあ松井さん、すいません、僕の中途半端な仕切りのせいで、はい、こんな現状なんで、うまいこと締めてもらっていいですか？っていう、この無茶ぶりね。はい、では今回のね、結果が比較的、はい、我々はバタバタしてしまいましたけど、はい、皆様にね、楽しんでいただけたということで、ぜひね、次のバージョンアップの時にも、はい、次にもこの形でやれたらと思います。やります。皆さん、それまで、はい、バナレイルで遊んでいただけたらと思いますので、よろしくお願いします。はい、じゃあ最後にアンケートの方お答えください。よろしくお願いします。はい、それでは、第23回もぎたてバナレイル、はい、以上で終わりたいと思います。皆さん、どうもありがとうございました。ありがとうございます。